皆さんこんにちは。チームメイトのパワハラが発覚し大きな騒動となっている東北楽天イーグルスに所属する安楽智弘投手、複数の選手から証言が上がっており、球団も調査し処分を検討すると発表しています。複数の被害者選手がいることから、まず間違いなく退団となると考えられますが、ここに来て中日ドラゴンズが獲得に動くのではという噂が出ています。果たして中日が獲得に動くことはあるのでしょうか。そこで今回は安楽投手のパワハラについて、また中日移籍はあるのかについてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴ください。済美高校時代に甲子園大会準優勝を果たし、甲子園優勝投手という実績を下げて2014年ドラフト1位で入団した安楽投手、当初は先発として期待されていましたが、結果を残せず2020年からリリーフに、2021年には自己最多の58試合に登板するなどブレイクすると、今季も57試合で3勝、防御率 3.04、 10ホールドをマーク、楽天中継ぎ陣の主力として活躍してきました。そんな楽天の主力である安楽投手に先日パワハラ疑惑が浮上。関係者によると、複数の後輩選手から今オフの契約公開交渉の席などで安楽投手から日常的にいじめを受けていると球団に告発があったといいます。事態を重く見た球団側は当該選手や周辺への聞き取りを進め、さらには11月25日に行う予定だった安楽選手の契約更改を延期することを発表。報道後に森井社長は即座に対応し、本人と会ってヒアリングを行い言い分を聞いたと説明し、契約更改交渉は無期限延期とし、全選手、監督、コーチにアンケートを配布したといいます。安楽選手は現在自宅から出ないようにと球団が通達、謹慎と同様の状態になっているそうです。安楽選手本人は現在の段階でご迷惑をおかけしていると話し、森井社長は反省の意は伝わっているとコメント。関係者によると、後輩選手へ指導の名目でアホやバカなど罵声を浴びせ、暴言や人格否定などが日常的に繰り返されていたといい、あれはいじめですとの声もあります。安楽投手は後輩を食事に誘うことがたびたび見られ、その際断る回数が多い選手に対しては態度を豹変させることがあったといいます。ある選手は、断った次の日は挨拶をしても無視される、予定がありますと言っているのに、断った日の夜中2時くらいに7、8回くらい電話がかかってきたこともありますと証言しました。電話に出ない際は、だからお前はダメなんだなどの言葉で人格否定を繰り返す被害もあったようです。また別の選手は、来月の予定を教えてと言われ、1ヶ月先の予定を確認される、家族と予定を入れたい日があってもそれ以外の日は全部空いているだろうと、また無理やり誘われると何度も強要されたとしました。罰金と称して金銭の支払いを強要することもあり、このような内容を送った LINE などの記録も残されているといいます。他にも倒立しろと命令されたことを明かし、身動きが取れない状態でズボンとパンツを取られて下半身を露出させられた、陰部に靴下をかぶせて笑い物にされて恥ずかしかったし精神的な苦痛を受けた、同じ被害を受けた選手は別にもいると生々しく証言しています。この場面を見たという複数の選手もおり、あれはいじめですと断言しています。また過去に在籍していた元楽天の選手は、2021年2月の沖縄キャンプ中に頭部を平手で叩かれ、鞭打ちみたいになったと暴力を受けたことを明かし、精神的なショックを受け、その後の練習に大きな支障をきたした事実も告白しています。退団している元選手を含めると、安楽投手からのハラスメントを主張する選手は10人以上に上るという情報もあります。実は安楽投手、済美高校3年時にも野球部が部内の悪質ないじめで1年間の対外試合禁止処分を受けたことがありました。日本高野連への報告で2年生部員が1年生の口にカメムシを入れたり灯油を飲ませようとしたりしたほか、恒常的な暴力などで被害部員は19人と判明しています。と言っても主将だった安楽投手はこの事件の当事者に含まれませんでしたが、 U18 アジア選手権高校日本代表選出が見送られており、同高野連はこの学校の野球部の体質と糾弾しています。森井社長は、大前提としてハラスメントというのはどんなことがあっても許してはいけない、これは間違いない、私の耳にも入ってきている状況ではありますので、
そこは全く聞いていないということはありません、と選手から訴えがあった事実を認めました。その上で、まずは本人安楽と話をして、派生する人にも話を聞かないといけない、と今後の見通しを語り、しっかりと調査するのが次のステージです、と迅速に対応する姿勢を示し、戦術の通り、現在対応中、調査結果次第で話が大きく変わるでしょう。こうしたパワハラ問題が発覚し、大事となっている安楽投手、もし事実となれば、楽天に居続けるのは不可能でしょう。そのため、退団の可能性も示唆されていますが、もしそうなった場合、中日ドラゴンズが動くのでは?と言われています。一体なぜなのでしょうか。中日ドラゴンズは今シーズンオフに、中田翔選手と山川穂高選手の獲得に動くと明かしていました。二人とも、かつて不祥事を起こし問題になった選手で、それでも獲得に動いていることから、不祥事があっても実力があれば取りに行くのでは?と言われているようです。また、中日の立浪監督と楽天の新監督、今江監督は、同じ PL 出身で年代は被ってませんが縁があります。そのつながりもあって、無償トレードもあるかも、と言われているようです。ですが、現実的に考えると、中日の今の補強ポイントは大砲選手のため、不祥事を起こした経験があったとしても、中田選手、山川選手の獲得に動くのは理解できます。そもそもこの二人は一時期の気の迷いみたいなもの。擁護する気はありませんが、後輩選手の面倒を見たり、コーチングしたりしていたので、その点が買われて、獲得調査が出ているのでしょう。一方の安楽投手は、後輩選手を長くいじめていたといいます。これが事実なら、話は変わってくるでしょう。また中日は、投手陣が不足してはいますが、別に安楽投手を喉から手が出るほど、欲しがってるわけではないと思います。まあ、二軍を回す要因として獲得するのは、ありだとは思いますが、一軍で見ればそこまで出番はないでしょう。なので獲得に動くかは微妙な気がします。ただ可能性は0ではありません。もしかしたら中田選手、山川選手、安楽投手というとんでもない補強が見れるかもしれませんね。パワハラの一面がクローズアップされ、今後の動向が注目されている安楽投手ですが、元巨人打撃チーフコーチで楽天の監督も務めた大久保博元氏は、自身の YouTube デーブ大久保チャンネルを更新し、安楽投手についてこう話しています。大久保氏自身も西武コーチ時代にパワハラをめぐって対談に至っており、その過程で身に覚えのない批判まで受けた経験を持つといいます。大久保氏は、今の時代昔はこうだったなんて通じない、安楽にパワハラを受けた後輩は辛かっただろうし、自分を律していかないとペナルティーがあると認め、その上で、じゃあ安楽が悪い人間かといえば、そんなこともないんです。兄貴分みたいなところがあって、後輩が活躍すれば身銭を切ってプレゼントすることもちゃんとしていた人間とかばいました。ただやってしまったことは認め、反省して謝ることしかない。またチャンスをもらえるのであれば、野球で恩返しじゃないが、プライベートから見直して、チャンスがなくなったとしても人生はまだまだこれから、どんな判定が下されても受け入れて共に進んでいこうよ、と呼びかけていました。大久保氏にとって安楽選手は楽天監督時代のドラフト1位入団選手、思い入れがないなんてことは絶対ないと家族のように気にかけている様子。果たしてどのような結末になるのか、今後の動向に注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。